はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。大橋ピアノ大好きのピアノ屋 .com です。おそらく今まで大橋ピアノは百数十台、もしかしたら200台近く取り扱ったのかもしれませんが、3834台しか作られなかった、まあいわゆる幻のピアノと言われるピアノではありますが、最近私が動画で大橋のデザインのディアパソンとか言ってるので、結構知名度が上がってきましてですね、大橋を探している方は結構ね、今出てきております。今2代目です。ここに大橋が1代目ね、6000番台かな、新しいやつと。で、今回の大橋はおそらく、これちょっと読みにくいんですが、3808に読めるんですよね。3808番の時代のものかなとは思うんですが、大橋岩尾さん、2代目のですね、大橋ピアノの社長さんの、まあ、時代に入ったぐらいのものかなとは思いますね。外装はですね、普通の黒いピアノと違って、ちょっと緑っぽい茶色みたいなね、大橋独特のこの色合いなんですね。木目も綺麗ですよね。まだちょっと今日入ったばっかりなのでこの辺も磨けてませんが、これから手を入れていきますね。ちょっとまあこういう傷とか、いくつかねこういうのあるんですが、この辺はある程度目立たないようにはね、足のとこなんかも修復をしようかなと思って、完全にはちょっと難しいかもしれませんけどね、ある程度は、修復していこうかなというふうに考えております。まあ天下の大橋ですからね、傷はありますけどこの辺は直していきますのでね、ちょっと中見てみましょうね。大橋132、中はこんな状態、ざーっとね見てもらいます。さあ、それではですね、手動式のトーンエスケープがねあります。結構大橋の動画がいっぱい出回ってまして、まあうちの動画ですけどね、最近、他の楽器屋さんでも幻のピアノ大橋っていう動画が業者さんが出してまして、なんか嬉しくなっちゃいましたね。この間はどこやったかな、長野県の楽器屋さんだったかな、あそこが、大橋って出してて、なんかすごい嬉しくなっちゃいましたけど、あったかい音、あ、でも良くなりますね。はまだですよ。まあ、適当にコードを弾いてますが、まだ調律もですね、ファイリングも何もしてませんので、まあ見ててください。手を入れたら見違えるようにね、綺麗になりますからね。今現在の響きはこんな感じです。一回ちゃんと音調整してからまた撮りますけど、まあ、大橋もう天下のあの大橋が2代目が、これに続いて2代目が届きましたよというね、まあ、ご報告の動画としてまずは見てください。興味ある方はね、また手を入れてからちゃんとした動画をもう一回撮りますから、おっしゃってください。よろしくお願いします。それではさよなら。